ひょっとしてそこがマルコーニか。無駄に豪華そうだし、それっぽい。とにかく中に入るぞ。いい加減連中が消えた手がかりを見つけ。二等力の侵入者待機モードを解除します。みんな下がって。カラクリどもの親玉って。迎撃モードの行動対象者数だ。武装を確認します。ミスタルを展開。これよ。遠隔操作の攻撃ユニット。お前たち総力を持ってこのデカブツを撃破。俺の番だな。なんで今のヘイユエにぶつけなかったのか不思議なくらいだぜ。ああ、おそらく制御が難しかったからではないかと。専門の技術者がいなければ暴走する危険も。もし市街地に放たれていたら大変。ああ、まったく。よし、最後の障害も突破した。部屋の中を調べるぞ。はい。
成可能。始めましょう。はい、そう。さて、そこ行きます。そこです。任せてくれ。セイハッ。ここだ。俺の番だな。セッティア。さてと、えい。行くぜ。ふん。え。おっしゃ。俺の番だな。セッティア。任せて。はっ。私の番です。あゼロ。データ収集終了しました。セイト。任せてくれ。エイディア。私の番ね。行くぞ。セッティア。行きます。そこです。俺の番だな。ふん。まあこんなもんかね。さあかかってこい。そこ私の番です。えい。
任せてくれ。エイティア行くぜ。ふん、蹴りをつけた。おっしゃ、ふん、任せて。ここ、俺の番だ。行くぜ。任せろ。行くぞ。行きます。行くぞ。エイディア。さてと。
私の番です。おっしゃはい、私の番ね。そこ、おっしゃ。私の番ね。私の番です。任せてくれ。よっ、いや、行くぜ。さて、行きます。おっしゃ。私の番です。えい、俺の番だな。ふん、さて、行くぞ。よっ、行きます。えい、任せろ。おっしゃ、任せてくれ。セイハ、私の番です。えい、はあ、これで一安心です。
Thank you.
奢な部屋ね。さすがにハルトマン議長の部屋ほどではないけれど。まあ、あれと比べたらな。で、お嬢、部活だろ。何を今更焦っている。シュバルツオークションについての経緯などとっくに聞いている。一家としては長年狙っていた獲物を横取りされた気分。それはともかく、やはりここが会長室みたいですね。どうやらルバーチ商会の中は一通り調べ。ああ、結局何か手がかりがあるとしたら時間が惜しい。全員で手分けをして調べる。はい。さぞいろいろなものが見つかる。ピッキングツールで解除するのは難しそうだな。となると部屋の中を探してみるか。例のシュバルツ入手経路か。あの回答、これが公になって。ここにあるのはおおよそ把握してたとはいえ。武器の密輸ル、俺がクロスベルのセレ逆。鍵が必要だな。さすがに高そうな酒ば。ひょっとしたらビンゴ。手下たちがまよし。いくつかファイルがあるけど、どれどれ。あった。やはりマフィアが薬物を。そしてグノーシス、例の教団が作った薬。一体どういう関係が。あれ、宝箱の隅に何。失踪した市民たちは全てリストに記載されていた。これでマフィアが薬物を広めた裏付けは取れたわけだ。そして例の教団が作ったというグノーシスとやらか。一体どうしてマフィアがそんなものを。入荷リストによると何者かの提供を受けているのは間違いなさそうだけど。やはりその人物が教団関係者なのかしら。間違いないだろう。書類によると数年前から付き合いのある人物みたいだな。軍用犬に薬物を投与して簡単にコントロールする技術なんかを提供していたらしい。なるほど。軍用犬を訓練するのは両兵団でもかなりの手間がかかる。あれだけ大量に使ってたのはちょいと違和感があったんだが。全てはその教団関係者が協力していたというわけか。しかし一体何者だ。やり取りの頻度から見てクロスベルの人間であるのは間違い。わかりません。ですが失踪者たちの行方もマフィアたちの不在の理由も。
全てはその人物が握っているのではないかと思います。私もどうか。おそらくあの青色の錠剤は数年前に使われていたその人物が完成させてマフィアに提供したのでしょう。俺たちがついている。もう二度とティオに悪夢は見させない。まあどうやらぶちのめすこと確定の下道みてえだしな。しかしそうなるとどうあぶり出すかが問題か。消えたマフィアへの対処と失踪者の捜索に加えて空港の爆破予告もあるし、上層部の圧力がなかったらなんとかなったんでしょうけど。まさか警察局長までもが完全に取り込まれていたとはな。そうでなければ全警察を挙げた対策本部を設立できたものを。死を知るがいい。警察の辛い王子が。ダブリーさん提案があります。遊撃士協会に協力を要請しませんか。おお、その手があるじゃねえか。バカなことを言うな。そんなことをしたら警察内部の恥をギルドに暴露することにも。仕方ないでしょう。警察全体のツケなんですから。見て見ぬふりをしていたら俺たち全員の責任です。恥くらい甘んじて受けるべきではありませんか。確かにこうしているうちに失踪者たちがどんな目に遭っているかは。消えたマフィアどもが何をしでかすかもわからねえよな。もう
対面を気にしている場合ではないと思います。セルゲイさんも飛んだ部下どもを集めた。いいだろう。ギルドとの交渉はお前たちに任せた。私は私で上層部の目を盗んで動ける人間を一場合によってはニカからの協力も得られるかもしれない。ダートリーさん、感謝します。引き入れてくださって。勘違いするな。現状ではそうする以外選択肢がないというだけだ。それよりもバニー、そのバッジのことはいいのか。傷ついた警察気象。本当にお前の兄貴のバッジなのか。勲章だって言ってました。なるほどね。道理でうるさく言っても新品と交換しなかったわけだ。ダドリーさんは兄貴と同僚だったんですよね。兄貴が捜査一課に移ってから。まあな、正直一課の水には全く合わない男だった。強引かつ無鉄砲、独断専行ばかりが目立って、私とは特にそりが合わず、事件をめぐって衝突ばかりしていた。捜査官だったのは一家の誰もが認めていた。もちろん私も含めて。ダドリーさん、奴が殉職した時、私たち一家の人間の喪失感は予想以上のものだった。ソリは合わなかったが、どこか奴の破天荒な行動力に期待していたところもあったんだ。必死になって犯人を探したが、結局手がかりは見つからず、すまない。お前には辛い思いをさせたな。よしてくださいよ。単独捜査をしてた兄貴にも
問題はあったみたいだし、そんな風に兄貴の死を受け止めてくれていただけで。そうか。しかしここに来て改めて容疑者が浮上したわけだ。もちろん当時からもその可能性は疑われていたが、これでやっとお前も兄の無念を晴らすことが。いえ、今は兄貴のことはいいんです。それよりも解決しなくてはいけない問題が、それを片付けてから考えます。ロイドさん、本当にもう生真面目なんだから。まあ、それがこいつのこいつたるゆえんだろう。わかった。それでは今はお互いやるべきことをやるとしよう。あの尺に触るくらい破天荒で前向きだった男に負け。はい。さすが皆さんです。はい、お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。わわ、大変でしたね。はい、お疲れ様でした。お兄さんたちもやっとそこまでたどり着いた。出席者も揃って招待状も届けられた。これでパーティーの準備は全部整ったのかしら。先にお兄さんを見つけるのはエステルたち？お兄さんたち？相変わらず全てが見えておるらしいな。レンはそこまで自信過剰じゃ。レンに見えるのは絡まり合ったシステムだけ。お互い別々に作動するイングがこのクロスベルという場でと、それが見えるというだけ。なるほどな。マフィアと例の教団が何をするつもりかは知らんが、まあこれも自業自得、いや因果応報というものか。あの灰色の街が積み重ねてきた因果の報いというべきかもしれないわね。てっきり結社の関与もあるかと思っていたのだけど。この地は結社と教会の干渉地帯にもなっておるからな。法は騎士の活動を禁じ、名士は執行者を派遣しない。まああくまで建前としてはだが。おじいさんの工房がある時点で怪しいものだけど、まさかクロスベルの動力ネットに介入できる変革システムまで用意してるとは思わなかったわ。おかげでレンも退屈しなくて済んでるけど。お前さんの役に立ったのなら用意した甲斐があったというものだ。あやつが押し付けてきた時にはぶち壊してくれようと思ったが。相変わらず博士と仲が悪いのね。ろくでもない企みのために役立てようと思っとるのだろう。まったく開発途中の実験策を適当にばらまきよ。お兄さんたちが戦ったあの赤い武者さんね。モニターで見た限りではなかなか優秀な子みたいだけど。
やはり自律的な状況判断と柔軟な行動選択に難ありだな。でもレンがここにいるのは博士も気づいているんでしょ。レンはともかく彼について何も言ってこないのかしら。今のところはだんまりだな。どうやら新しい機体の開発に熱中しておるようだな。まあ課題だった姿勢制御と関節部分の構造強化も完了した。ありがとう。これでやっと最後の賭けが始められるわ。教えてくれたり、偽物の人形さんを作ってくれたり、こうしてかくまってくれたり、おじいさんには感謝してるわ。なに、大したことはしておらんさ。それよりも今日は忙しくなるのかな。少々早めだが午後のティータイムとしよう。なるほど、そんなことになっていたとは。失踪者の噂についてはこちらも掴んではいたけど、今回は完全に出遅れちゃったわね。しかもよりにもよってあの教団が出てくるなんて。そのアリオスさんも6年前の教団事件に関わっていたんですよね。残党が残っている可能性はどのくらいあると思いますか。そうだな、確かに全てのロッジは制圧されたが、地下に残党が潜った可能性はあり得る。犯罪組織などが手を貸せば潜伏は非常にやりやすくなる。まさにルバーチェなんかうってつけの隠れ蓑だったわ。でもどうしてそんなリスクの高いことを。計算高いマルコーニ会長にしては少し違和感を感じますけど。確かにあの教団の残党をかくまったりしていると分かったら放っておかないところは多いはずよ。うちはもちろんだけど、教会とか例の結社とかもね。となるとまだ見えていない事情が存在しているんでしょうか。ああ、しかしそれを確かめている余裕はなさそうだ。今は手分けしてマフィアと失踪者たちの行方を追うべきだろう。おそらくそれが教団の残党の正体をあぶり出すことにもつながるはずだ。あの、それでは協力体制を結ぶってことで。こちらも依存はない。市民から失踪者が出ている時点で私たち、それに薬物。助かります。どうかよろしくお願いします。あ、こちらこそ。そうと決まれば役割分担を決めておきたいところだが、エステルたちはともかく他のメンバーはどうしている。幸いスコットとリンたちにも緊急の仕事は入っていないわ。エステルちゃんたちを含めたら総勢7名は確保。よし、全員に招集をかけてくれ。今日中に目ぼしい場所は回れるようにしておきたい。オッケー。相変わらずのフットワークの良さですね。それが俺たち遊撃士の最大。そういえばセルゲイさんはこのことを了解しているのか。ええ、協力体制についてはアリオスさんによろしくと言っていました。そうか。そのアリオスさん、警察にいた頃は課長の下で働いていたんですよね。俺の兄貴と一緒に。ああ、セルゲイさんと俺とガイ、たった3人で捜査1課以上の実績を打ち立てた警察史上最高と謳われたチーム。
セルゲイさんは警察学校に移動し、ガイは捜査一課に移る。その2年後、ガイは殉職を遂げた。俺が警察を辞めなければ、俺は俺の事情と決意を持って警察とはたもとを。だがそれでも未だに思い出すこのあの輝かしい日々を、癖の強い上司と破天荒な相棒と共に過ごした歳月のことをな。だから正直お前たちが羨ましいくらい。天下の風の牽制にそんなことを言われるとはね。どちらかというとギルドの風通しの良さが羨む。警察には警察の、ギルドにはギルドの役割がある。いかなる権力にも屈せず、普遍的な理想としての正義を追い求めるのがギルドなら、権力という矛盾を抱えながらそれでも正義を追求するのが、お前たちが感じてるであろう様々な矛盾や理不尽な状況。権力という矛盾を抱えながらも追求する正義。兄貴もそれを追い求めていたんでしょうか。ああ、俺はそう信じている。だからこそセルゲイさんも支援課の設立に尽力したんだろう。説教めいたことを言ったようだ。お前たちはお前たちで、多分あいつもそれを望んでいるだろうからな。はい。難しい宿題。ただいま。エステル、ヨシア、それにしずくちゃんも。お邪魔しています。なんだ、今日はしずくちゃんの外出日だったのか。ああ、俺に休養が入ったので彼らが付き添ってくれたんだ。エーステル、ヨシア、面倒かけてすまなかったな。気にしないで、しずくちゃんと一緒にいられてすっごくラッキーだったもん。ほっぺがプニプニのところも存分に堪能させてもらったし。おじさんじゃないんだから。ところでミシェルさんから聞きましたけど、何でも警察と非公式に協力することになったとか。ああ、他の連中が集まり次第説明させてもらおう。ロイド、できればお前たちも同席してくれ。はい。それではしずくちゃんは責任を持って預からせてもらいます。こちらは課長もいますし、頼りになる警察犬もいますから、どうか安心してください。ああ、よろしく。しずく、いい子で待っていてくれ。あ、お父さん、お父さんたちも気をつけてね。ああ、心配するな。もう少し人手が足りてればよかったんだけど。全員捜索に出払うとなると、ここもちょっと不用心だからね。でも良かったんですか。俺たちの方からも捜索の人手を出した方が。気にするなって。そっちは病院の先生から成分調査の連絡が来るんだろ。人探しは自分たちに任せて、今後の状況に備えておくがいい。しかし警察の連中と協力することになるとはね。デミフェリアでは別に珍しいことではないけれど、よろしくお願いするわね、皆さん。
やあ、こちらこそ。よろしくお願いします。何かあったら遠慮な、こちらも何か分かったら進化に連絡。それじゃあお互い頑張りましょう。ああ。いや、なんていうか、アリオスさんはもちろんですが、ホープのエステルさんたち、それ以外の人たちも全員かなり腕が立ちそうでしたね。どうやら全員 B 級以上のランクを持ってるみてえだが、若手の実力者があれだけ集まってる支部も珍しいんじゃねえか。それだけギルドもクロスベルという場所を重視しているんでしょうね。裏を返せば警察が動けない状況を見透かされてるんでしょうけど。なあ、こちらもしっかりし、ごめん、いきなり変なこと言って。気にしないでください。お父さんが昔警察にいたのは私も聞いています。いろいろ複雑で難しい問題があるみたい。でも今回は一緒に協力してお仕事をするんですよね。ああ、どちらかというと俺たちが助けてもらうんさてと。それじゃあ支援課に案内させて、手を引かせてもらっていいかい。あ、ありがとうございます。そういえばキアちゃんいるんですよね。ええ、例のザイトと一緒にいるんじゃないかしら。雫さんが遊びに来たら飛び上がって喜びそうですね。嬉しいな。よし、そんじゃ姫をエスコートして帰るとするか。先生、午後には連絡をくれるんじゃなかったのか。病院の受付に連絡したら、どうやら研究室に閉じこもって熱心に調べているらしいけど、薬の成分の解析に手こずっているのかもしれません。もしくはサボって釣りでもして。さすがにそれはないと思うけど。なんだ、まだ例の先生からの連絡はない。ええ、何でも調査に熱中して研究室に閉じこもっているみたいで、こうなったら直接出向いた方がいいかもしれません。そう、被害者が出ている以上薬の成分は確かめておきたいところだ。ギルドからの連絡は任せて、急いで行ってくるといい。すみません、よろしくお願いします。そんじゃとっととバスでウルスラ病院まで行くとすっか。
あれ、結構並んでるな。この時間にしては珍しい。おかしいですね。ちょうど5分前に前の便が出たばかりのはずです。そうなのか。うん。よ、そこの兄さん、ひょっとしてバスが遅れてんのかい？なあ、そうみたいだな。俺も20分くらい前から待ってるんだが、なかなか来なくてさ、困ったな。面会時刻を過ぎちまうよ。そっか。やっぱ遅れてるみてえだな。ひょっとしてまたエンジントラブルかしら。その可能性はありそうですね。はい、特務支援課。ナドリーダーだ。そちらの状況はどう？なあ、お疲れ様です。遊撃士協会の協力は無事取り付けることができました。マクレインに借りを作ったか。まあいい、連中ならば何らかの成果はあげるだ。こちらはようやくマフィアどもの姿が消えた事実に上の連中が騒ぎ始めたところだ。だがまともに動けるにはもう少し時間がかかるかもしれん。了解しました。そういえば今空港近くにいるんですが、爆破予告の方はどうなりました？そちらは完全にガセだった可能性が高い。最新の動力探知機で空港内をくまなく調べたが、やはりマフィアの動向と何らかの関係が。今その線も探っている。ちょっと待て、空港の近くにいるそうだが、まさかそちらの方にまで首を突っ込むつもりなのか？いえ、実はこれからウルスラ病院に向かうんです。成分調査の連絡が遅れているので直接訪ねてみようかと。なんだ、まだ聞いていないのか。まったく、これだから新米は。その手の連絡は正確な時間を決めて迅速にだな。すみません、確かにアバウトすぎたか。薬の成分が明らかになればこちらも上を動かしやすくなる。その医師とやらの働きには期待したいところだが、そういえば何という名前の医師なんだ？ああ、言ってませんでした。ヨアヒム・ギュンターといって神経科と薬学担当の准教授です。30代半ばくらいですけど、かなり有能という評判ですね。それなら少しは期待できるかもしれんが、ちょっと待て、ヨアヒム・ギュンターと言ったか？それはメガネをかけた割とひょうひょうとした感じの男か？ええ、そうですけど、会ったことがあるんですか？会ったのは2ヶ月ほど前のことだ。アルカンシェルのプレ公演で市長を暗殺しようとした犯人、アーネスト元秘書の取り調べをしている最中にな。セルゲイさんから聞いたかもしれんが、アーネストは完全に錯乱していた。そこで仕方なく彼が以前から相談していたというカウンセラーをウルスラ病院から呼び寄せたんだ。それでようやくまともに事情聴取ができるようになった。ちょっと待ってください。ひょっとしてヨアヒム先生がアーネストの？ああ、主治医というわけだ。その時はさすがウルスラ病院の医師だと感心したものだったが。わかりました。本人にそれとなく当たってみます。ああ、そうしてみろ。とにかく時間は有効に使え。またこちらから連絡する。どうしたの？変な話をしてたみたいだけど、あの秘書の人とヨアヒム先生が何か関係あるんですか？ちょっと待てって感じだ。考えてみな。あの時の秘書野郎の態度とバカ力はどう考えても。後院のガンツさんのケースとそっくりかもしれない。しかもその主治医だった人は。ちょっと病院の受付に確認してみるわね。あれからヨアヒム先生がどこかに出かけていないか。頼む。
遅れているバスに、連絡がつかない病院、そして新たに判明した意外な人間関係で、さすがにちょいとばかりお膳立てが整いすぎて、ああ、じきに日も暮れる。急いでウルスラ病院に向かおう。バスとすれ違ったら呼び止めて、そのまま乗せてもらえばいい。